はい、鎌倉武将紀行加藤景門、ここはですね、伊豆の、修善寺の近くなんですけども、このような田園風景でですね、一族のお墓というのがですね、一部残されていて、お寺でもないんですけども、もともとはですね、こちらの伊豆の土豪というよりも平家に属していた方ですので、京都とかですね、西日本で活躍、特に源の、為朝ですかを討ち取ったとか、そういうことで有名な方になりますね。で、この方のご子孫が有名なのは戦国武将というと、静ヶ岳七本槍の加藤義明公、それとか、甲斐の武田氏ですねの、加藤家の方たちの、祖先ということになりますよね。で、他にも有名な方何人かいらっしゃるんですけども、それなりに活躍した人たちということになりますので、ここも、景門公も最後はですね、戦死じゃなくて、これだけいろいろ活躍、要するに戦にかなり出た方なんですけども、最後は病死のようですよね。どこかで討ち死にしたとかっていう話はほとんど聞きませんので、ないので、老衰、老齢、病死だと思われます。で、こちらがですね、ちょうど線路沿いですので、電車から見えるというところではしてたんですけど、一応やっぱり金剛寺さんのお寺があるんですね。その跡地ということのようです。これが、加藤景門公のご一族。頼朝重臣って書いてありますけど、特に源の頼朝公にあたりですね、旗揚以来ということなんですけども、加藤景門一族の墓ということになりますね。あと遠山市ですね、先ほど言った他に有名な方というのはですね、岐阜の方へ行かれた方は分かると思うんですけども、そんなところでですね、こちらにも鎌倉名勝景門書いてありますよね。真ん中の中央が景門公の墓碑だと思われますが、そのご一族ということで、ここにもう整備されてね、多分お寺の関係がちょっとこちらのことに書いてありますけども、マリオンジと立川としぐびさん、このお寺の方が、要するに景門公のお孫さんということが書いてあるんですかね。この辺も台風の水害、加納が台風で有名ですけど、河川の増水でですね、非常に裕福な地なんですけども、なかなかそういう河川のね、増水によって消失するということが多いでしょうね。加藤景門顕彰会というのがあるんですね。はい、それはちょっと存じ上げなかったですけど、ちょっと見てみましょうかね、もう一回。遠山公のことも書いてありましたね。実朝亡き後ということは、景門は、今回の大河ドラマなんかではね、出てくる方かはちょっと分かりませんけども、なるほど、他のこととちょっとかぶってますけど、説明文がこちらにあります。はい、加藤景門公、ご一族のお墓